石の上をのっそのっそと歩き、ゆっくり首を伸ばすのは静岡県河津町の動物園で暮らすクサガメさん。7月に撮影されたこの映像、両まぶたの上にある奇妙な角は皮膚の角質が変化したものだと見られています。園長曰く、おそらく世界に一頭だけというこの角の生えたカメ、現在も元気でいるのでしょうか。角の生えたカメの今ってどういう状況になってますかね。そうですね、気温が下がってきたので今もう冬眠状態になってますね。冬眠されちゃったんですか。そうです、もうこのまま落ち葉の下に潜って冬眠します。なんと冬眠中でした。伊豆の白輪園長によると、冬眠に入ったのは去年の11月で、3月の終わり頃には冬眠から覚める予定だということです。